はい、あのモルドボーです。この辺水浸しですね。で、列車まだ動いてません。この水浸し具合確認してから動くか戻るかすると思います。あそこから朝日が出ます。駅は見えないですね。車内に戻ります。車内は見えるでしょう、明るいから。今車掌さんの方から説明がありまして、2人乗ったのはいいんです。とりあえず行ってみるけど、先の方が洪水かもしれないから、洪水だったら戻ってくるぞと、そういうご報告でした。うわ、最後まであれですね、なんかロマンを感じさせます。ロマンっていうかですね、いろいろ感じさせますね。今ちょっとすごいんですよ、洪水が。だから先の方がすごい洪水で線路を埋まってたりっていうか危なかったら、担当者の方がそれ判断してまずかったら戻ってくるっていうことです。同じ説明をもう一回してるみたいですけど。というわけで担当者乗りました。2人で線量です。お客さん2人です。今歩いていた人は社長さんです、多分。そうですね、発車したんですけど、暗くて4時40何50分ぐらいの発車ですかね。暗くて何も見えないので、今日は満月みたいなんで、満月だけでも見てもらおうというですね、配慮画像です。ここがスパンブリー駅なんだ。スパンブリー駅ちゃんとあんじゃん。まあでも、なんだっけ、マライメンで良かったですけどね。お買い上がったんで、どうせこの駅の前とか結局何もないんだ。間違いないです、ここは。もう過度に期待しちゃいけません。水が、ずっとこの辺水ですね。暗いから見えないと思いますけど、6センチぐらい、ちょっと線路、というかちょっとチェックしてるところらしいです。6センチはちょっときついかもね。すごい水浸しだ。はい、モルドボーです。この辺水浸しですね。で、列車まだ動いてません。この水浸し具合確認してから動くか戻るかすると思います。あそこから朝日が出ます。で、だそうです。戻ってるみたいです。戻るみたいです。前、水がひどすぎて列車通れないから戻るということです。すいません、暗い中、朝日がまだ上がってないのにこんな判断で、僕はこれがどうすればいいの、最終日にやってくれるなって言った感じです。出発から1時間以上経った6時8分です。月が見えねえ。月、これぞ月。スパンブリー駅に戻ってきました。洪水で今日は運休です。行けませんということです。明るくね。困ったね。スパンブリー駅です。